がキャンプするかどうかわからないわけだから、キャンプしてたら発電機回せばいいわけですよ。発電機を触るべきなんですよ。フードの真似事なんておかしい。あ、やっぱりスティックが、ただ、スティック以上ってやっぱりなんだろう。違う、これだわ。3人で頭の中って救助が大事だと思ってる。じゃあどうやって勝つ。貢献度があるのは発電機回すやつなんだぞ。痛いけど、コントローラーのスイッチの上手に繋がりかねえから、どうしないといけねえから。
スの方が多分使うんだろうね。あれこっちはエクスとしてどうだし、ダメになったらしまうで接続するけど。フレコードがなんで入ってんだよ、まず。この役立つってよ、どう超えるんだろうよ。あ、給料いったんだ、なったらいいや。全部こいつらで治療するよな。俺にね、治療するやつも一人もいないんだと思うけど。勝てねえだろよ。パンと来てくるよな、救助も来ねえやつらってよ。何したいのか説明しとった話だよ。リーチの人は助けらんねえとかよ。俺リーチだぞ、本当によ。こういった話だぞ、まずよ。何考えてんだろうって思うよ。あ、そう、リーチ。ありがとう
これがヒーローちゃんデスマイルスースーパース勝利のためにこれがヒーローちゃん美しいヒーローちゃんを見せようとした奴らなんて俺は助けない。勝利が優先。これがヒーローちゃんの美しさ。これがヒーローちゃんのデッドバイ。美しいのはヒーローちゃんのプレイ。チームのために必要なのは、ゲートを開ける人。救助をするやつじゃない。これがヒロちゃんのビッグプレイ。最後に抜けるのがヒロちゃん。正義が勝つ。うん。チェック値が 10% 上昇し 60% 減少あの範囲かな門の根源じゃないこれじゃないあのあれあの不安の元凶不安なかな不安のかなどうじゃないいずれんだよね、こっちだと。忘れづらいんだよね。両進行速度 50% 増しです。50% 低下と 50% 上昇なの。うん。10%、60%、50%、50%。よし。あって当然、俺がヒロちゃん。